はい、こんにちは。今回はチャンピオンが対戦を避けた4人のボクサーを紹介いたします。1989年アマチュアの世界大会で優勝したユーリ・アルバチョコフは、翌年日本のジムからプロデビューいたしました。デビューしてからも圧倒的なテクニックと強さを誇り、7戦全勝 7KO の戦績で日本王者戸口選手に挑戦することになりましたが、王者戸口選手が失踪いたしました。そのため他の選手と王座決定戦と対戦カードが変更になりましたが、相手がなかなか決まらず、やっと水野貴弘選手が挑戦に名乗りを上げ、日本王座決定戦が開催されました。近畿大学出身の水野選手もアマチュアで50歳のキャリアがありますが、有利とは経験や格が違いすぎ、初回に早々と右ストレートを突き刺され、ダウンを喫しました。起き上がった水野選手に有利は淡々と冷静に鋭いパンチを放ち、ダウンを奪い、たった2分で王座決定戦を終焉させました。世界王者になった有利は9度目の防衛戦で、5年前に対戦ができなかった戸口選手と対戦することになりました。立ち上がりは受けに回った有利でしたが、7ラウンドに2度のダウンを奪いました。そして9ラウンドにいつもとは違って鬼気迫る様相の有利が連打を強く激しく振るい、戸口選手が無抵抗になったところ、レフリーが戸口選手の5年越しの戦いに終止符を打ちました。元世界ウェルター級統一王者ホセ・ナポレスは、アマチュアでは113勝1敗の驚異的な戦績を誇り、1958年にバンタム級でプロデビューいたしました。1963年にスーパーライト級のランキング1位に上がりましたが、標的としたライト級王者カルロス・オルチスとスーパーライト級王者サンドロ・ロポポロは圧倒的な強さのナポレスを敬遠し、世界挑戦のチャンスがなかなか来なかったのでした。さらに1967年にはウェルター級1位になりましたが、当時のウェルター級世界王者エミール・グリフィスも対戦を軽減いたしました。しかし1969年4月に技巧派の世界ウェルター級王者カーチス・コークスがナポレスとの防衛戦を快諾し、ついに世界挑戦の機会をつかんだのでした。65戦目にして初めて世界に挑戦するナポレスは、自分より大柄な世界王者コークスの懐に入り、連打を打ち続け、コンビネーションパンチを的確にヒットさせ、一方的に試合を支配いたしました。そして王者コークスは13ラウンドを終えたところでギブアップし、ナポレスはついに世界王座に戴冠いたしました。
後に4階級を制覇したファン・マヌエル・マルケスは1993年5月にプロデビューし、1997年2月に NABO 北米フェザー級王座に戴冠し、22ヶ月連続で WBO 世界フェザー級王者ナジム・ハメドの指名挑戦者として君臨しておりました。しかし WBO はハメドがマルケス以外の相手と防衛戦を行うことを認めたため、世界情勢の機会がなく無冠の帝王と呼ばれました。やっと1999年9月にフレディ・ノーウッドに挑戦いたしましたが、実質2度のダウンを奪いましたが、レフリーはダウンを取らず不当な判定負けを喫しました。フレディ・ノーウッド戦から3年半後、 IBF 世界フェザー級王座決定戦で70戦以上のキャリアを誇るマヌエル・メディアと対戦しますが、2ラウンドにマルケスの美しく芸術的なカウンターからの連打が炸裂いたしました。10年ほど前から世界王者として活躍しているマヌエル・メディアは前に出ますが、マルケスがことごとくカウンターを決め、マルケスのペースで試合は進み、7ラウンドにマルケスは強烈な左フックをヒットさせ、2度目のダウンを奪いました。それからマルケスは20戦以上の試合を行いましたが、ほとんどが世界タイトルマッチで、しかもパッキャオなど常に最強のボクサーと戦い続け、4階級にわたって世界王者として激闘を繰り広げました。サーシャ・バクティンはアマチュアエリートとして世界ユース選手権3位となるなど活躍し、プロを目指して競泳ジムに入り、ロシアの伝説的なコーチであるアレクサンダー・ジミンからボクシングを教われました。プロ入り後はデビュー2年余りで日本王者になり、日本王座を9度防衛し、OPBF 東洋太平洋王者にもなり、WBA も WBC も上位にランクされながら、世界戦の機会に恵まれなかったのでした。サーシャのボクシングは、長い距離を保ちながら左ジャブを突き刺し、相手が入ってくると、強烈な右アッパーや右の打ち下ろしをカウンターで合わせ、相手のパンチが当たらない距離に身を置き、自分のパンチだけ当てながら相手を弱らせていくのです。サーシャは元 WBA 世界王者ネオマール・フェルメノをはじめ、本田秀信選手、ネルソン・ゲレーロ、川端選手、ルイス・メレンデスといった世界タイトル挑戦者たちを一方的に破っております。
元日本王者の本田選手でさえ、サーシャにパンチを当てることができず、また、サーシャの多彩な攻撃を防御することができず、一方的な展開となっていくのです。